皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えする話は、こちら、リピーター作りの仕組み100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10の視点を通して解説していますが、今日その中の一つ、共感型というものについて考えてみたいと思います。共感型っていうのはね、お客様とお店との共通の接点、共感ポイントをいかに見つけるかという視点に立ったリピートする仕組みなんですけど、今日はですね、リピートの中でもちょっと厄介な話をしたいと思います。こちらをご覧ください。はい、失脚してしまったお客さんに対しての話です。失脚っていうのは、客を失うって書きますように、実際にお客さんだったのに2回目ね、来てくれない、3回目来てくれない、お客さんだったのに失ってしまう、場合のことを言います。まあね、他の店に行ってるっていうことなんですけど、その方には、このようなハガキによる、反則っていう方法があるんですが、左側のようなパターンはよくあるんですよ。例えば、お客さんがちょっと来なくなったので、お客様が来なくなった人に向けて、このような案内を流すんですね。DM を、ご無沙汰してますねと。DM をご持参いただけましたら、20% オフにします。だからご来店くださいね、みたいな形で、失脚者向けにメッセージを出したりするんですが、これを出すのに逆効果だという話なんですね。なぜかというと、普通にお店に通ってた時は、定価でお金を払っていたのに、来なくなったら割引するのって言って、だったらずっと割引でよかったじゃんっていうような話なんですよね。だから、結局その価値っていうものに関して、こういうふうに安売りしてしまうと、お客さんが、ショックを与えてしまう。ずーっと私定価で払ってたのに、って思ってしまうんですね。だから割引って考えなきゃいけないよって話なんですね。じゃあ、どういうようなメッセージを流せばいいかっていうと、今回の共感型っていうポイントに立って考えれば、右側のような、次回来店時 BGM に注目みたいなハガキを出していただきたいんですね。つまり、自分たちの本業でね、価格競争とか、そういうことをサービス合戦するんではなくて、その共感するポイントに BGM だってあると。次回ね、前回の事例の中でも、ビートルズの曲があるからといって、通ってるお店があるというふうな事例もありましたように、BGM ね、ちょっと楽しみにして、前こんな曲だったでしょと。今回ね、また楽しみしといてね、みたいなのも、そこに共感してる人にとっては、あ、楽しみだから行ってみようかなって思うかもしれませんよね。こういうような DM を出してみるっていうのも面白いかなと思います。はい、今日はリピートする仕組み、もう一回ね、再来店してもらう仕組みとして、失脚向けハガキに割引は逆効果だよと、共感ポイントでアプローチしましょうねっていうことについてお伝えしました。リピートコンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。